待てば過激のつかびより。皆さんこんにちは、めぐまりです。今日もつかびより最後までご覧ください。さて、前回前々回は花組のお芝居のことについてお話ししたんですけれども、今回はショーファッショナブルエンパイアについてお話ししたいなと思います。個人的にはお芝居ももちろん大好きなんですけれども、ショーがものすごく好きで、ずっとショーを見ていたいっていうくらいショーが好きなわけなんですけれども、ファッショナブルエンパイアも本当に楽しくって、あっという間に2幕終わっちゃいました。そう、もう終わらないでっていうくらいあっという間、次から次へと見応えのあるシーンがいっぱいあって、若手の見せ場もあって、本当こ う, もうどん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 来るんですよ。なんでしょうね、あのワンコそばみたいな感じ、はいドーンドーンとか言われながら、はい次のシーン、はいこのシーン、はいここも見せ場、はいここも見せ場みたいな感じで、息つく暇もなくずっと心が踊っていましたね。はい、それくらい素敵なショーでした。個人的には星風まどかちゃんと、まあ、今回卒業される音クリスちゃん同期なんですけど、途中でちょっと上手側で二人でこうなんかワッキャワッキャするしてるところをこう見かけてしまいましてですね、オペラで、同期って思いながら、おとくりちゃんはもうこれで卒業なのかって思うと、なんかこう弾ける笑顔も素晴らしい、歌声もキレのある踊りも、これで宝塚の舞台では見納めなのかって思うと、なんだかねすごくこう寂しくなると言いますか、惜しいと言いますか、弾ける笑顔を見て泣きそうになるって言ったらちょっとねあれですけど、すごく心して一瞬一瞬を目に焼き付けておりました。だから特にそのね同期のシーン、二人がこうワッキャワッキャしてるシーンもなんかこういろいろとこうグッときましたね。はい、歌詞も結構こうなんだろう、明るく前向きにこう進んでいこうみたいな感じだったので、今回ご卒業されるのおとくりちゃんだけではなく、飛龍司さんとかもご卒業されて、もう本当に花組の中でもこう惜しい、もう皆さん本当惜しいって思われる方々がご卒業されていくんですけれども、なんて言ったらいいんだろう、こう卒業される方、劇団に残ってまだまだこう夢を見せてくださる方、まあ、それぞれに対して向けた歌詞といいますか、明るく前を向いて進んでいこうみたいなのをこう言われてるような気がして、またそれを聞いてね、ジーンとしてこう明るくって楽しいシーンなのに、なんかでもなんかこうどういう表情していいかわからないっていう感じで、はい、見てたんですけど、マスクしててよかったって思いながら、はい、見ておりました。またまた個人的にはなんですけれども、三風まいらさんとおとくりちゃんのお二人で歌をこう歌い継ぎをしつつ、こうお二人の歌をこう堪能できるシーンがあるんですけれども、マジで耳が幸せでした。本当に幸せでした。お二人ともねやっぱりこうお歌がとてもお上手でいらっしゃるんですけれども、本当にこれでもかっていうくらい見せつけてくださいまして、あのシーン何回もこう巻き戻して聞きたいっていうくらい素晴らしかったです。もう本当、もう本当、真ん中ではゆずかさんがこう結構いろんな女性を はべらかしてって言ったらあれですけど踊っているんですけれども、それも相まってですね、すごくいいシーンだったと思うので、個人的にはあのシーンをずっと繰り返し見たいです。あとすごく楽しかったっていうか笑ったのが、おしゃれしたいみたいなこうまどかちゃんが言うんですよ。私もこう好きな服を着ておしゃれしたいみたいな感じのを言って、じゃあって言ってこうおしゃれした人たちが出てくるんですけれども、スカーレットピンパーネルの
ピンパーネル団が着てたドピンクのなんかこう動物柄の、それこそキリン模様のものだったりヒョウ柄のものだったり、ここにねあのファーついて、あのショッキングピンク、ショッキンググリーンみたいな、こうあるじゃないですか、あの派手な衣装、あれ出てきて、あれをこう結構ノリノリで皆さん着て出てきた時にはちょっと笑っちゃいました。おしゃれって言ってそれが出てくるんだみたいな。まあスカーピンの時もそうだったじゃないですか、おしゃれしてあの格好だったんで、あーすごいなんかこう独特というかなというか、結構こう笑っちゃいましたね。個人的にはそこがツボでした。マジマジと花組の皆さんも見ていた、花組ファンの皆さんも見ていただきたいなと思っています。でもあれ着こなせるのって本当にタカラジェンヌさんだけなんですよね。一般人があれ着てたら多分二度見どころか固まりますよね、あれね。えみたいな、まずどこで売ってるんそれって聞きたいくらいの、多分パーティーグッズでも出てこないと思います。それくらいド派手な感じなんですけど、それにも負けないこのジェンヌさんのオーラっていうのはすごいなって思いました。今回はですね、盛りだくさんのショーだったわけなんですけれども、個人的にはまた個人的にはって言っちゃったいっぱい見どころあるんですけれども、リフト、男役さんが娘役さんを持ち上げてくるくる回るあのリフトが結構高速で回ってたなって思って、いや身体能力の高さすっごって思いながら見たので、その高速リフトもぜひ注目して見ていただけたらなと思ってます。あれだけでもう本当お金いくらでも払えると言いますか、だってよく考えてください、女性同士ですよ。いくら娘役さん細いとはいえ、男役さんももちろん細いですし、どこにそんな筋肉があるんだろう、どうやって持ち上げて回してんだろう、まあ、きっとコツとかあるんでしょうけど、それをあんな速いスピードでくる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 回しながら、いやーすごいわって思いながら、はい、改めてジェンヌさんたちの身体能力の高さといいますか、普段のねこうコツコツこう積み上げてきたものをこうやってショーだったりお芝居で見せてくださってるんだろうなっていうのを感じましたので、と本当に尊い、今回も言います、尊い、尊かった、はあ、いっぱい今回も喋ってしまいましたけれども、またぜひ次回もですね、塚日和最後までご覧いただけたら嬉しいです。それでは。